質問コーナー、今回は外断熱の RC 像は第2週換気がメリットが大きいようですがいかがですかっていう質問です。うーん、第2週換気メリットが大きいと思われてる、なんでそう思ってるのかわからないんだけど、はい、一般的に住宅は第2種換気を採用しないっていう基本ルールがあるんだよね。このどういうふうなことかっていうと、まあ第1種換気、第2種換気、第3種換気っていうのがあって、まあ第3種換気が一般的で住宅で採用されてる方法やね。はい、よくある話で言うと、まあ例えばここに洋室が2つずつあって、まあここ例えば洋室3つあって、ここにまあトイレがありますと。はい、でそしたら、洋室から風を入れてトイレから抜くっていう、こういうふうにルートでこういうふうに空気を抜くっていうのが、まあ、3種換気の基本的な考え方やね。でここはリビングでも同じ、リビングから入れて、まあ、トイレとか洗面所とか、うん、まあ、そういう空気的に水下側、はい、だその人がいるところに新鮮な空気を送るっていう考え方だから、まあ、居室から空気を入れて、まあ、トイレとか、まあ、その常時人がいないところで空気を抜く、お風呂とかで抜くとか、まあ、そういうふうな考え方をするのが、まあ、第3種換気なんだけど、はい、第2種換気だ、これが何かっていうと、この部屋の中が不圧になるんだよね、はい、この空気を引いてるから、こういう例えば壁の中とかにも空気が厳密に言うと多少入ってきてますってことになるんで、必ず隙間があるから、よく C 値を計算してますっていうので、まあそのどこに隙間があるかっていうのは分かんないんだけど、まあ窓のところに隙間があったり、壁にも当然隙間があるよねってことになるんだよね。で家の中でこっち側こういうふうに空気を抜いたら、この隙間風が壁の中に入ってきてますよってこういうふうになるんだけど、じゃあこれがどういうふうなことになるかっていう、まあそこが全てなんだけどね。そのよく外部の方が部屋の中よりも水蒸気多いって勘違いしてる人多すぎる問題あって、まあなんか雨降ったりとかして、まあ一時的に、まあ本当一時的にそういう時は場合によったらあるんだけど、基本室内の方が水蒸気量は多いと。なぜなら外部から取り入れた空気に人間の呼吸とか生活から排出される料理とか、そういう風な湿気が中には発生するから、通常内部側の方が湿度じゃなくて単位流米あたりの水蒸気の量は部屋の中の方が多いんだよね。だから言葉だけで言うと、外気の方が乾燥してて内部側の方が湿気てる、はい、そういうふうな状態に必ずなってるんだよ、うん、そうなると乾燥した空気をこの壁の中に入れても問題ないが、逆に二種換気ってその加圧側に働くから、換気扇で部屋の内部にその空気を送り込むってやり方なのね。そうするとさっき言ってた隙間のところから部屋の中の空気が壁の中に入ってっちゃいますよってことになるんだよ。でそうなると家の中の空気っていうのは湿気てるから、これが壁の中に入っていくと、この壁の中で結露しちゃうんよ。でこれはもうめちゃめちゃ大問題なわけ、うん、その問題ってもんじゃないっていうか、例えばRC だとそもそも隙間がないからここに行かないのよ、うん、隙間がないからその空気がそっち側に行くはずがない、ルートがあるからそっち側に押し出されるってことになるから、はい、でも木造だとやっぱテープで貼ったりとかさ、うん、まあそのテープも最初はいいかもしれないけど、やっぱ揺れたりすると、うん、まあ、隙間が出るとか、やっぱそういう風な隙間を通って、この加湿された空気が壁の中に入って合板とかを湿気らせてダメにするとか、まあ、あとは構造用柱とかにも行って、まあ、柱の接着剤に影響を与えるとか、まあ、そういうふうな話があるから、絶対に二種換気は採用したらダメっていうのが、まあ、基本的な結束やね。二種換気を採用するのじゃあどういうふうな建物かってなると、基本的には、まあ、部屋を
まあ綺麗に空気を使うとかそういう感じなんだけど、ただ工場とか採用してたところあったと思うけど、この加圧側にするとその変なところから勝手に入ってくる空気がなくなるってなるんよ、うん、だから空調を完全にコントロールできるんだよね。ここの空気を入れたこの空気を非常に綺麗な空気にするここで管理さえできたら、この部屋の中にある空気っていうのは全部綺麗な空気なのよ。建物に隙間があっても部屋の中から外に出てってるから、これは問題ないよねってなるんだよね。引っ張っちゃうと管理できてないところから空気が勝手に入ってきてしまうっていう、まあそういうふうな話があって、まあそういうふうに、まあこの中の空気をコントロールしたい、あ、何かそういうふうな用途の時に、まあ、二種換気っていうのは採用されるってことになる。まあ一種は吸気も排気も機械でやるっていう、まあ、それだけだから、うん、まあ、途中に熱交換器か、あの絡む絡まないそれぞれあるけど、うん、まあ、どっちもやるのは一種ですっていう、まあ、そういうふうな話になるんだけど、はい、で住宅は基本さっきの話で、要は壁中の結露っていうものを防ぐために、うん、もう3種にするのはもう必須条件ですっていう、だ間違っても2種にしたらいけませんっていう、まあ、そういうふうな話になりますね。はい、ありがとうございます。うん。